四川省のジャイアントパンダ保護区は中華人民共和国にあるユネスコの世界遺産登録物件の一つである。絶滅危惧種であるジャイアントパンダの30%以上がこの地に生息しており、最も繁殖が盛んである。面積は9245平方キロメートルに及び山脈と胸筋山脈を挟んだ7つの自然保護区お及び9つの自然公園からなっている。 ジャイアントパンダに加えて、レッサーパンダ、雪氷及び雲氷のような他の絶滅危惧種の重要な保護地域でもある。保護区の森林には、植物学的に非常に豊かな生態系が保持されており、5000から6000種の植物種を残しとされている。また、第3期の熱帯雨林に掃除していることが注目されている。2006年7月12日に世界遺産に登録された。 2008年5月12日の四川大地震で多くの保護区で大きな被害を受けており、画寮自然保護区のある川県は震源であるため特に激しい被害を受けた。四川省のジャイアントパンダ保護区は7カ所の自然保護区と9カ所の風景名称区から構成され、生徒市が所轄する都公園市、高市周市、市、大友県、河安市が所轄する吉山県、天根全県、 東京県、アバチベット族チャン族自治州が所轄する川県、小金県、利県、関全チベット族自治州が所轄する皇帝県といった12の県及び研究史にまたがる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。